はい、今回はね、YouTube の便利な、ね、機能を紹介したいと思います。えー、と YouTube にはあの動画の、ねえー、編集する機能がありまして、まあ、アプリではなくてですね、まあ、ブラウザのパソコンで、えー、使うブラウザの方、ね、からの機能になるんですけれども、まあ、簡単な編集機能があります。えー動画をね したりね。まあ、いらないところをカットしたりとか。あとね、便利な機能で、あの、ぼかしをね、入れる機能があります。あの、まあ、モザイクじゃないですけども、そういうようなね、あの、見えちゃいけないものをこう隠すようなね、機能があります。で、例えば今ここにね、パンダ、パンダがいますけれども、これにね、え、YouTube で、え、簡単にね、モザイクをかけることができます。はい、それではかけてみます。はい。まあ、こんな感じで、え、今ね、かかってると思います。 それで、えー、さらにですね、これはですね、このぼかしを、まあ、一回ね、ぼかしておりますけど、このぼかしをかけたのをこうね、追いかけるような、追従するようなね、ぼかしもかけられます。例えばこれでぼかしをかけて、これね、動かすと、ぼかしがこう自動にね、えー、ついてくるっていう機能です。ま、ああの、動画のね、えー、編集ソフトでもそういうのでできますけれども、あのー、 youtube でもね、簡単にそのね、ぼかしを入れるっていうのができますんで、まあスマホのアプリとかです。スマホのね、編集アプリなんかです。さすがにこの追従してね、ぼかしを入れたりするっていうのは結構、あの、まあ難しいので、えー、まあ私もね、最近、えー、まあブログはね、ずっとやってたんですけれども、まあ youtube の動画を撮ったりしていく中で、どうしてもね、ちょっと映っちゃいけないものとか、映らない方がいいなって思うようなものにね、えー、ぼかしをかけるときに、あの、まあスマホのね、 動画編集アプリで書けることもありますけれども、えー、YouTube の方でね、書けたりすることもあります。まあ、それ辺はね、ちょっと使い分けてますけども、そんな形でね、YouTube のそ、そもそもの機能で、そういうね、便利なぼかし機能とかですね、まあ、簡単な編集機能がありますので、そちらの方をね、えー、また、あ、今度、PC の方の画面でね、紹介したいと思います。はい、まずはね、YouTube のクリエイターツールから動画の編集画面に入って、 上の方にねあるあのメニューの中に動画加工ツールというのがありますのでそこから入っていきます、はい、次の画面に行きますと画面の下の方にカットっていうねボタンがありますのでそちらをね選択すると、まあ、簡単な編集ですけれども、まあ、いらないところをね、えー、削除してこう動画をね詰めるような形でね編集することができます はい。肝心なぼかしの方はですね、画面右側の方のカスタムぼかしっていうところですね。そこのボタンを押すことによってぼかしをすることができますで。上に顔の方のね、ぼかしがありますけれども、これはあの、自動にね、YouTube の方で顔認識をして、その顔にね、まあ、ぼかしをかけてくれるっていう、これもね、非常に便利な機能になっています。 はい、それでね、カスタムぼかしを選ぶと、こんな形でね、えー、動画編集ソフトのようなタイムラインのようなね画面が出てきます。はい、このぼかしのね、オブジェクトなんですけれども、下のタイムラインの部分にね、乗っかってると思うんですけれども、それをですね、まあ、ロックするっていうね、えー、設定がありまして、それをロックすると、そのぼかしは固定でね、動かないようになります。 でそのロックを外すと、まあ、最初の、ね、デフォルトの状態では外れているんですけれども、そのままですと、先ほどね、えー、最初にやったあの追従するような形で、自動にね、えー、YouTube の方で認識をして、まあ、自動に追従してくれるような、ね、ぼかしをやってくれます。まあ、逆に言うと、細かいね設定はできないというか、自分でねそのぼかしをこう細かく。 制御するっていうことはできないんですけれども、まあ、逆に言うと本当に範囲指定だけで簡単にね、ぼかしがかけられるっていう機能ですので、まあ、非常にね、えー、便利な機能じゃないかなというふうに思います。ここで、えー、ぼかしを入れたいね、えー、時間のところで、画面のね、上の方の画面で普通にこう範囲指定ね、マウスで範囲指定をしてあげると、その部分にぼかしがかかるような形になります。あとはね、そのぼかしの時間なんかを下のタイムラインで調整したりすればですね、 そこにぼか,しがかかがるはいう感じになります、今回はね、YouTube の動画編集機能をね、紹介させていただきました。簡単なね、カットの編集と、あと、ぼかしですね、をかけられる編集機能になります。あの、ちょっとね、静止画で説明したので分かりにくいと思いますけれども、一度ね、動画をアップロードして操作してみるとね、本当に分かりやすいね、UI になっているのですぐにね、できると思います。はい。 はい、今回はね YouTube のね簡単な動画編集機能のを紹介しましたけれどもソフトとかねいらないで本当にブラウザ上だけでねできますので、えー、皆さんもね、えー、使ってみてください。